皆さんこんにちは、こんばんは、じゅんきゅうです。早速ですが、今回は以前の動画にいただいたコメントをご紹介いたします。白子駅始発の電車を特集してほしいですとのこと。近鉄時刻表で実際に調べてみると、白子駅始発の電車は伊勢中川方面で1本、名古屋方面で1本の計2本あるよ。ということで、今回はこの2本に乗車し、終点に到着後どうなるのか実際に見ていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。平日ダイヤの白子駅始発の列車、1つ目は5時10分発の伊勢中川行き普通電車。乗り場は本来名古屋方面で使われる4番乗り場。よくよく白子駅の配線を見るに、名古屋方から直接4番乗り場に入線することはできないため、おそらく白塚あたりから入ってきたものと思われます。入ってきた列車は2両編成。それでは白子駅を出発。まだ夜が明ける前なので外は真っ暗。なんとまさかの車両取り替えのため向かいホームに止まっている列車に乗り換え、しかもその列車は4両編成。何の狙いがあるのかわからないまま、列車はさらに伊勢中川方面へと進んでいきます。
大阪線と合流し、列車は終着の伊勢中川に到着。到着後、列車の方向幕を見ると、名古屋行きの急行になっていました。単純に折り返しのようですが、伊勢中川行きを名乗っているのに、いちいち白塚で乗り換えをさせるのは、単純に折り返し列車を急行として運用したかっただけなのでしょうか。そして、この入れ替えは毎日行っているのでしょうか。だとすれば、白塚で運行を終えるのに、わざわざ伊勢中川行きを名乗るのはどういうことなんでしょう。ここからは個人的な見解にはなりますが、この入れ替えが毎日行われているとするなら、白塚行きとしてしまうと、その先伊勢中川方面の駅を利用する乗客を拾い上げることができなくなる可能性が。それなら行き先を初めから伊勢中川とすることで、白塚から先の駅を目的とする乗客の利用を促すことができるという考えがあるのではないかと思われます。ということで、今回の検証では白子駅5時10分発の伊勢中川行き普通電車は、白塚で4両編成の車両に取り替えを行った上で、伊勢中川到着後折り返し名古屋行き急行として運行されることが分かりました。続いて白子始発のもう一つの列車の話ですが、その列車を紹介する前に、しばらく白子駅で名古屋行き急行の撮影をしていましたので、その時の模様をご覧ください。7時7分発の急行が到着しましたが、大半の人が乗車せず、その場に待機しています。その理由こそが、白子駅7時14分発の名古屋行き急行。この列車が白子始発2本目の列車です。
階段から離れた最前部車両でも客席率9割以上という感じ。白子駅を出発しました。乗り場から7時25分発です。クス駅で名古屋行き普通電車を追い抜きます。四日市では普通から準急に変わったばかりの名古屋行きと接続し、先に出発します。間もなく桑名駅に到着ですが、この直前やけに列車がノロノロになっていました。それもそのはず、実は名古屋方面の時刻表、桑名駅のところを見ると7時35分からのおよそ10分に実に4本の列車が出発するという見つぶり。そりゃノロノロにもなるという話です。弥富で名古屋行き準急と接続。さらに蟹江で名古屋行き普通電車と接続。こうして最後まで特急に追い抜かれることなく終着の名古屋駅に到着。到着後の列車の方向幕を見ると伊豆川行きの急行になっていました。さらに乗車してみましょう。
やとみで津島町行き普通電車に連絡。津島町行き普通電車ご利用のお客様乗り換えです。四日市で白塚行き普通電車に連絡。伊勢若松で大阪難波行き特急アーバンライナーの通過待ち。Station number E31. After leaving Shiroko, this train will be stopping at Edobashi. Shiroko では津島行き普通電車と連絡。After leaving Tsu, this train will be stopping at Tsushimachi. Thank you for taking Kintetsu Railway.列車は山田線に入ります。The doors on the left side will open. Please be careful. 列車は名古屋からおよそ1時間50分で終着の五十鈴川駅に到着。到着後、向かいホームに停車していた賢島行き普通電車と連絡します。そしてこの列車の行き先表示は名古屋行きの急行、折り返します。名古屋に到着する頃には12時を過ぎてくると思われるので、このままパターンダイヤの一角を担う形になりそうです。
ということで、白子始発7時14分発の名古屋行き急行は8時19分発の五十鈴川行き急行として折り返し、その後急行パターンダイヤの一角を担うという結果となりました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。またこのチャンネルでやってほしい企画、乗ってほしい列車、降りてほしい駅などもありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。